はい、こんにちは、速稼塾の久保でございます。今週も FX 終わりましたね。いや、どうだったですか。今週は攻め上げた私の相場解説、もう一方的に買いトレンドだよってことをね、ずっと申し上げて今日まで来たわけなんですけども、うまいこと言ったでしょ、ね、どっから入っても勝ちだったでしょ。じゃあ今日はその辺をね、もうこちらの方で切り替えてご覧いただきます。いつもと逆に1時間からお話しますね。1時間で私が入ったのはもうご存知こちらです。この根っこから入っておりますね。言うことないですね。で、この根っこで入ったものが黄色のゾーンをぶち破って上の方に行くと、このもう一個の上の黄色までね、達するんではないかなっていうふうに見てましたけども、ここもぶち破りましたね。ここをぶち破ったらもうね、買いトレンド一本なんですよ。買いトレンド一本だったでしょ。たまに落ちることがあっても、すべておしめですね。これもお話したと思います。ぐいぐいと言って、もう、買い一辺倒。で、ついにここまで来てしまいました。ということでね、109円の185あたりから購入した私のドル円、追撃を繰り返しながら111円の504ということでね、2円ちょっとの差額が、この距離が取れてるわけですよ。ね。で、相場解説の中で申し上げましたけども、買い以外の判断は私出してませんね。で、しかも買うポイント。黄色いところもあらかじめ線を引いてました。N、N、N。ね。そして移動平均線がまっすぐ右肩上がりだよってことでお話してきました。今週のオチはこんな感じでございます。もうとてつもない利益が出ましたね。爆益爆益っていう風なね、そんなことを言った日もありました。じゃあ4時間見ていきましょう。4時間もなかなか面白い図ができています。ね。抵抗体をこういう風に書きましたよね。抵抗体はね、こういうふうにね。はい、すいません。ちょっと画像切れちゃいましたね。引き続き4時間を見ていきますけども、抵抗体をぶち破って、その後ほら、やりにくいな。W は右辺が強いってことを申し上げましたよね。ネックラインを超えて、W を大きく作ってくれました。ね。この辺も一緒に見ていったと思います。ねえ、バッテリーがたびたび切れちゃいましたね。4時間の方も一方的に上昇していったでしょ。で、デイリーの方なんですけども、デイリーの方はね、お話したようにこういう風になってます。こちらの最後の抵抗体のところまで達しました。うん、ということでね、こういう風なチャンネルラインがあって、ここをきっかけに下がっていって、まあ横ばいみたいな感じになったんだけども、結局は跳ね上がって、同水準まで上がってきて、まあ一旦終了ということですね。うん、だから9月の一番の利益はやっぱ4週目にあったってことですかね。はい、大きく皆さんで利益が取れたんじゃないですか。これで利益取れなかったらもうちょっとダメですよ。もうずっと1週間ずっとね、買いましょう買いましょうって言ってました。この日足を見て分かる通り、ブレイクが横一線に行った後、移動平均線が上の方に向いたでしょ。これもお話しましたよね。多分ね、私ほどね、はっきりと言う相場解説はないと思いますし、特にその中でも今週は分かりやすかったんじゃないかなと思うんですよ。いかがですかね。はい。じゃあ、そんなとこでございます。いや、気持ちよく終わることができたんじゃないですかね。いや、私も感無量です。まあ、お疲れ様でした。なんかね、なんと言いますかね。油断するつもりはないんですけども、でも、さすがに5年間やってこうやって勝ちばっかりだとね、まあ、FX は一定のレベルまで達したなと、私も思いますね。うん。ぜひね、これからもついてきていただきたいと思います。ありがとうございました。